こちらは環境のコーナーになります。今回インタービー2008ソニーブースの一つの試みといたしまして11月18日から22日までの4日間ソニーブースのですね1万1000キロワットの使用電力をグリーン電力の方で賄っております。これによる CO2 の削減効果というのは4日間で約 4.2 トンという形になっております。それから私どものグループ会社ソニーファイナンスインターナショナルの方で行っております放送機器のマテリアルリサイクル、皆様の方でリースアップいたしました放送機材を回収いたしまして分解して精錬していくという形で資源循環の方にもですね役立てていただけるようなビジネスとなっております。